はいどうもこんにちは、ピアソの伊藤のです。今回はですけど、最近ね2人でサバイバーをね実はやっておりまして、1週間みっちりやってきました。やってきましたね。その成果がねちょっとみんなに内緒にしてたんだけど、ちょっと見てほしくて、まずはね結構すごいよ。結構頑張ったね。めちゃめちゃ頑張ったよ。まあその成果をまずちょっと最初見てもらおうかな、こちら。うん、いきますよ。1週間の成果がこちらでございます。じゃじゃん。なんと俺が患者、今は5位まで行ったけど6位とのが墓守2位で、今現在1位とということでね、まさかの2人で、ランカーになりました。同時に S バット取ったの初めてだね、サバイバー。初めてだね。てか俺がサバイバーほとんどやんないからあれだけど、1週間で本当にゼロの状態から初めてここまで取ることができたっていう。そうだね、俺患者マジでもう初心者、マジの初心者から始めたんだけど、まあなんとか行きましたね。まあ、カスタムとかしつつどういった使いこなせるのかなみたいなのを研究してきたので、まあ、そちらの予想で、ね、ランク戦の予想を振り返っていけたら、まあそうだね、いいかなと思って持ってきました。そう、結構4パで組んでたから、その VC とかがあったから動画は撮ってないんだけど、まあ、そのダイジェストここまで来るまでのそのダイジェストをね、今から振り返っていこうかなと思います。じゃあまずはね、うちの墓守の方からねやっていこうかなと思います。はい、いや、うちのね、この墓守の試合ね、めちゃめちゃやばい状態から始まるけど、よくそんなやばい状態から始まるんだ。これも見よって、うちの S ランク、やばすぎ。この初動で、まあ、果たして勝てるのかどうかっていう、まあ、どっから来てるかわからんかったやつね。いっぱいあるよね、少ない本で。これはね、たまにまず墓守運転じゃないけどね、これに関しては。さあ、順調に土潜って、やっぱりね、土の動き方とかも結構あって、あるんだ。なんでか、うまい、うまい。最初こそなんかちょっとあれと思ったけど、うまいわ。ちょっと墓守なんか出てるな。この旋回の仕方っていうか、土がね、やっぱハンター今殴れる師匠みたいな感じで殴る方多いんよ。それを誘発して、なるほどね、ちょっと左右に動いたりとか、はいはい、上下に動いたりっていうのが大事なんかなっていうのは。うわ、ここでもちゃんと出ないんだ。これはね、強いよ、本当に。しっかりここまで粘ってちょうど出る、おお、すごいね、なんかゲージ管理。そう俺だったらなんか怖くて、あそこの手前の板で出ちゃったわ。出ちゃう、いけるんだよ、意外と。これ、アンテさん、猫噛まれないんだ。噛まれないね、強っ。パリンも大丈夫やし、うん、最強よ、墓守。確かに、墓守ってさ、なんかあんま注目されないけど、うん、本当に優秀なキャラクターだよね。ちょっと入れる枠が難しいけど、最近傭兵マンとかも流行ってるけん、まあ確かに、こういう中では全然使えると思う。2番されちゃうもんな、うん、うちらの編成が本当に今のこの通りで、墓守、で、ユイが患者、傭兵が終わったら傭兵、解読の早い曲芸師、最強編成が多いかな。まあほんとそうだよ、チェイスで勝つみたいな感じの編成やってるよね。まあ勝率もそんな悪くないじゃない。もうほんとにまだ7割くらいはあるかなって感じ、ちょっと下がって 67% ですね、今は。確かに、もう融資いっちゃうから、もう 4% 卒業だね、俺たちもそろそろ。いやもう組めなくなっちゃうよ、楽しかったな、4%。楽しい、こっから怖いうちは。ほんとにいい調整だよね。いやそうよね、ユニコーンまで一生懸命やられるっていうのは楽しかったな。ここでダウンと。なるほどなるほど。まあ大体3台分かな。あの初動の事故がなかったらもうちょっと伸びてたかなみたいな。あそこの位置でね、あそこから確か判断来ないけどね、ここね。けどこうやって、ただやっぱりうちも全然 S バッチ取れたけど、今までにもやらかしもいっぱいあったし。いや俺もめちゃくちゃやらかしてる。今でこそ俺だいぶね、もうめっちゃ練習して、その鍵詰めとか分かってきたんだけど、マジでむずい、鍵詰め難しすぎるからね。本当にうちも救助練習を個別でやったりとかして、この判断にはこういう救助をしなきゃとか。確かに、そういっぱいあるね、このゲーム。本当に大変だわ、めちゃくちゃおもろいわ。なんか、サバイバー側ってめっちゃ難しいよね。やっぱ俺ハンターしかあんまやってないからあれだけど。ハンターもすごいけどね、できるの。いや、まあ、慣れればするじゃん、どっちかは。まあ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 、でハンターやってるから、こうすればいいんでしょっていうの頭では分かってても、それ追いつかんのよね。やること多いよね。いやそう、サバイバーはサバイバーマジでむずいよな。しかもいろんなハンターが来るけん、それに適応した動きをしなきゃいけないっていうのがね。あ、これ俺救助。あ、そう。うわー不安だな。あ、でもそこの椅子いいんじゃないですか。いやそうよ、これいつの試合だろうか、俺全然覚えてねえわ。ハンター強いんよ。ユイさんは大体右下で来てたかな。まあそうね、編成によってなんかもう絶対右下いらんだろみたいな時だけ左右かな、でも怖いよね、こういうのもね。救助がちょっとユイさん下手で。いやそうなんよね。これ念のため2人に手厚い、マジ俺ジャンプポジションはめちゃくちゃ知ってるんだけど、鍵詰めの、けどシンプルに俺救助下手だから。うまいよ、うまいうまいうまい。こんだけね、2人いてね、ここで当選もしようぜみたいなことをしたら、余裕がありましたね。
これでもう終わりって感じだね。ちょっとギリギリ待ってみたいな感じ。で殴られて、殴られて危なかったよ。まだあと 14% あるよ。え、全然通電せんやこれ。やばい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 。でも流れでつけてみたいな状態かな。なるほど。そこ。おおやばい。後ろ詰まりまくりっていう。はいはい。試合だったかな。なるほどね。でまあ俺この後俺の方なんだけど、俺の方はなんか1試合丸々っていうよりはなんかそのチェイス鍵詰めがある状態でのチェイスしてるのを何個か持ってきたんで、まあそれを楽しんでもらえたらなと思います。ということでじゃあまずは俺の方見ていこうかなと思います。さあ見ていこうかなと思います。まずは遊園地で相手が血の女王なんよね。いや女王ね。でも女王はね俺もマジでかもれるからいやすごいと思う。俺めちゃくちゃ特訓したんよ。女王に即死しまくったんだけど、女王のプロに、ね、練習付き合ってもらって、はい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 、まあこんなよね。すぐやばくないこれ。即鏡にすぐ対応してもう避けることができてしまうんで、すごすぎる。そんな距離離せるんやね。そう感じでマジで強いんよ、うん。でこれがまさかの板割らなくて、はいはい、あーもうこれ獲物だってなってる。まさかの獲物女王来た。見て楽しいよね神田って。まあ、神田花があるよね。花がある。でほんと傭兵ってあんま追われないから、うん、チェイスの花ってあんま少ないじゃん後半以外は、うん。だけどちゃんと序盤からチェイスするタイプの傭兵みたいな。すごいな。楽しい。で獲物パワー足速くて。今の間に合うんや。うん、なんか怪しかったよね。殴ったらやばかったかもしれない。通り抜けてた。これはしゃあない。獲物じゃなければね。さっきの鍵詰め温存できたんだけど、そうか鏡まで混ぜたんか。意外と獲物強い。でここで多分鍵詰めが残り1個がさあどうチェイスしていくんでしょうか。難しいよこっからのチェイスは。あ、はい。で向こうが行こうかなと思ったんだけど、次の鏡で死んじゃうから気持ちを避けるんですよねこれが。すごい。今のはたまたま、たまたま出た。でもこっち側行ってその後鬼没誘発させるかなんかっていう予定だったから、でここも避けて、まあこれシンプルな要件はね。で今回左右できてるか。でもこれもまた鏡回避を。でこれ読み分けるんですね。シンプルなね。いやそこそんな突っ込んでくるんだみたいな。これ降りるの待ってたら絶対 OK だから。いやでも三台も行ってるわ。まあそうだね。でここで多分寄せられちゃうんだけど、ここの予兵がギリギリ上がってもうちょうど三台分って感じかな。こんだけできたらもう上等よ。すごいよ。まあまあまあ。さあこれ2戦目がこれ魔女かな。あ魔女だ魔女だ。魔女のやつだ。やっぱこの視点見ないと分かんないね。どれだけ患者が頑張ってチェイスしてるか。いや本当に患者むずい。このキャラクターの難易度ねめちゃくちゃ高い。やっぱ傭兵並み難しいなって感じるわ。いやそうやね。でなんか来てるし、3回しかないしね結局は。そうなんよ、マジでそうなんよ。俺まあその S まで行ったけどマジでまだまだ下手だから。いやもっともっと練習したら上手くなるんだろうなって思っちゃうよねやっぱ。いやそうなんよ。まだまだやっぱ見てて自分でもムラがあるし、さっきの情報の読み合いとかももっと上手く、そのチェイスをねもっと極めればねもっと伸びたんだろうなってめっちゃ感じてるね。いや伸びしろがありますねその考え方。本当に本当にそう。でもこれも挟まれて今操作してるのが基本あの規制の方、はいはい、挟まれたからギリギリ。もうこのねパッて振り向いてすぐジャンプポジション見つけるのがマジで難しい。確かに今の打てたか打てないかで変わるもんね。そうこれでつまずいちゃってもたもたしてたらもう一発くらい、ね、うん、それ俺も100回ぐらいやられてるからだいぶねその割合が減ってきた。それがまた怒っちゃう。うん、これは危なかった。危ないね。うん、でこれ避けて向こうが乗り越えようと思ったらこれ反対。こういうこともよくある。まだまだ俺めちゃくちゃやるから。危ない、怖い。全然今操作してるのがオリジナルかな。この人がね、犬だったんか、こう鬼没だったんか思ってたけど、ね、でこれ挟まれるからまた鍵詰め使ってって感じかな。強いんよ感じだこれマジで。強いなこれ、うん。で今回俺初めて心理学者と一緒に行ってる。本当よ。うん、患者使ってんだけど、うん、うちがそうですか。うちは心理学者じゃないんかいって多分みんな思ったと思う。いやそうよね。なんで墓守なん。いや墓守が良かった。ああ墓守楽しいよね、うん、本当にいいキャラクターよね。実装されたから一回も調整されてなくて。でこれ見て、何頭抱えて心理のパワーで回復しちゃうんよねこれ。あ強っ。これもう魔女涙目です。うん、魔女に一番刺さるよねこの動きが。うん、本当にそう、うん。で、うちあれもううちに規制されてるけど。あ、ほんとだ。あ、でもこれあれだ、犬が追われるんだ。あ、なるほどね、近くで受けると規制したけどって感じか。うん、で、ここで本体ブロックされちゃって追われちゃうって感じかな。やっぱこの、自分でやってても分かんないよね、どこになんか死体がいるのかとか、全然分かんないわ。でもこの段階でもほぼ暗号機回るからオフェンス来てくれてて、これまた鬼没さん見せたのか。で、これまた回復と、これやばくない？やばっ。で、鬼没も使ったからもう無傷でピューといって、まあこのまま普通に勝ったって感じかな。
さあこれが、あ、これ俺じゃないな、ノンが撮影してくれたやつか。そうそう、ノン、ゆいさんめっちゃうまくいっとって、これは保存せないかんと思ったんか。全然保存しなかった。なんかしたっけ俺。いやこれもね、影ずるうまかった。1回目と同じ場所使ってんな。本当に全く一緒の場所、うん、いやでもマップの端っこって全部壁だから使いやすいんよ。いやタコやけんね、ちょっとさっきとは違うよ、上やからね。確かに確かに。これ、え、何しようと思ったら、あ、で袋か、あ、袋多分呼んでたんだな、うん、で使ってもらって、いやもうこの勘じゃねえ、エンジン最強だからね。で、生やされて、ほうこれですごい、リンゴの貫通力。これ曲芸超えてるからね。超えてる今のは。この終点といえば曲芸師みたいな感じだったと思うんだけど、うん、今までもう終点といえばもうこれもうね、完全貫じゃですね。2個だって飛んどったもん今も、うん、でしっかりと触手読みは避けて、ね、で生やされて、で終わったらこっち逃げちゃうっていう。でちゃんとね、触手がないとこまで行けちゃうっていう、やばくない？で瞬間か、で最後うちに瞬間移動してきて、うん、あーもう通電してる。そう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 、触手で殴ってもらえたら、あ、結構乗れるねっていう話をしちゃった。あ、出た、これあれか、はいはい、わかった。これもしかしてあれじゃない？このシーンでうち保存したんやわ。うん、うん、でこれさめちゃくちゃ乗ってる。どういうこと？待機しとって、うん、3人乗ってきた。逃げるしかない。あれだよね、確か今始圧にクイエが押しとったんよ。あー、そうだね、決めも、うんうん、瞬間した後にみんなで行こうぜってなったやつか。でこれ仲良く脱出か。脱出。あー、覚え出した思い出した。なるほどね、4番だからこそできた動きだね。これマジでおもろいということで、まあ、これがね S までの、まあ、ダイジェストでございました。またなんか動画上げるかもしれないので、よかったら見てください。今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。